毎度単車あれか、俺あの単車乗ってたんですよ昔ね、あれもう 90cc あれ乗ってたんですよ、ね、思い出のクリフサイドホテルじゃなくて、今ねあのこのね服作ったんですわ。あ、ちょちょ、俺ね今からねなんか作るのちょっと暇やからね、バッグはねあれでいいとして、バッグはあれでいいとして、靴もねもうちょっとおしゃれできるんだけどね、バッグは悪い。で帽子作ったでしょ、帽子作って、今あのコート作っとったけどね、昔マキシムコートってあったんですわ、だからそれをね作るのはもうこう今ね、あ、ズボン作ろうか、面白いでしょ。俺高校時代からね、高校時代にね、お袋がミシン塗っとったんですよ、カタカタカタ。それで、わしその、要はね、昔ね、北高校って函館でね、ラッパズボンでパンタロンね。だからそれをね、大きいからこう、真ん中をへこまして、下を開くようにね、ミシンで塗ってました。で、家庭科は読んでした、刺繍とかね。家庭科やりました。ほい、ちょっとね、春仕事で、高野花の、余談で、高野花、余談なんですけど、高野花の息子おるでしょ。あれね、手がね、多分タコできますわ。で、俺もね、今ね、合計でね、1、2、3日ぐらいこれ張り縫いしてますわ。今日もね、5時間はしてます。足してね、7時間。俺は器用やからミシン買おうか、今度。おばちゃん、おまこしとんで、後ろから見たら。あのね、今日ね、面白いことがあった。俺がこういうことしてるでしょ？イーロンマスクって世界一の大富豪なんですよ。それを抜く男とか言うとんですわ。そしたらね、女の子ね、いろいろ喋ったら髪下ろしてね、ドキッとしますわ。ほいでね、ちょっと難しいんですわ。あれね、人間ってね、本気になって好きって言うでしょ？好きって言うとするでしょ？ね？好きって言うてするとすると、向こうがパタッと来るんですわ。来るのはいいけども、今これがないでしょ？ほんで、なってもいいけどね。なったらものにしますわ。言う人形要件を乗れ。10人ぐらいおるんじゃんかな。Facebook は3万人おるでしょ。福山通。ここね、これ運びました。余談ばっかし。これをね、陸送で5台ぐらい運びました。何を言うんだな。あ、ズボンを、そうそう。ズボンを作ります。あ、そうそう。アンチはひどいですよ。今、ズボン、これ持ってるでしょ。このね、下だけパンタロン見えないですか。だから下を変える。頭いいでしょ。なんか、あれ佐川急便、こまえ、車やな。人生は。俺ね、イーロンマスク抜いたら何しようかね。だから言うたでしょ。プレイボーイクラブ作るとか。ね。人間は、大山みたいなおった。だから、いろいろあるんですよ。おじさんも骨とかわいし。今日の晩のご飯何しよう。それがね、今ね、牛乳を追いかける。